誰が怪しい？何がおかしい？と考えたら、今のところ全員、そしてすべてがおかしい。はやぶさ消防団。明智小五郎賞を取ったのは5年前。三馬太郎は30歳でミステリー作家の登竜門をくぐり抜けて、会社を辞め、作家としての人生を歩むことを決意したのは良かったが、2作目以降からは全然ダメ。ネットでの評価も散々だが、担当編集者の中山田博史からは励まされて頑張ってきた。はやぶさ消防団の始まりはこんな感じでしたね。そして幼い頃に住んでいたはやぶさ地区を訪れると、自然豊かな環境に心を打たれ、すぐさま移住を決断。都会の生活に疲れ果てていた太郎にとって、安住の地のように感じたのでしょう。そして、ここなら書ける、と。しかし、移住してからは落ち着くどころか、知り合いの民家が火事、消防団に入団、人が死んでしまう。そんな大波乱の生活が始まりました。第2話のお話は、ミステリー作家の三馬太郎は、亡父の故郷である山間の集落、はやぶさ地区に移住したが、消防団に入団したことをきっかけに、連日の練習に追われていた。消防団は、消防総砲大会に向けて訓練を重ねており、分団長の宮原邦夫は、メンバーに厳しい指導をしていた。そんなある日、太郎は、はやぶさ地区で起きた連続放火事件の犯人が、最近遺体で発見された山原幸喜だという噂を耳にする。太郎は幸喜と一度だけ話したことがあり、彼が犯人だとは信じられなかった。また、噂が根拠なく広まっていることにも不審を感じていた。そのうち、消防団の仲間である森野洋介から相談があると言われ、居酒屋に呼び出される。そこには森野の同僚である柳井純と、太郎が気になっていた美女、立木彩がいた。彼らは、はやぶさ地区の町おこし動画を作ろうとしており、太郎に協力してほしいと頼んできた。動画のアイデアは映像ディレクターの綾が考えたものだったが、綾は何か心にかかっているようで、そしてついに迎えた消防総砲大会の当日。第2話はこのようなお話になるようです。ドラマが始まって、まだ第1話が終了しただけなので、まず名前が把握できないですね。主人公の三馬太郎を演じるのは中村智也さん。もうたくさんの人がご存知です。他、消防団員の人たちも有名な方ばかりで、説明の必要はないと思いますが、役名がなんだかわからなくなっています。しかし、覚えておくといいかもしれません。消防団の分団長が宮原邦夫で、橋本淳さんが演じます。宮原養鶏の社長。副分団長は桑野洋介。梶原善さんが演じ、町役場の土木課勤務。団員の徳田翔吾は、岡部隆さん。呉服屋一徳堂店主。団長と仲の悪そうな感じだったのが、山原健作で、消防団の部長。生瀬勝久さんが演じます。髪を短くしているので、最初は気がつかなかったです。山原林業の社長。太郎を消防団に誘ったのが、幼馴染の藤本勘介。
満島真之介さんが演じます。だんだんテレビや映画、バラエティでの露出が増えてきている俳優さんですね。八百万工務店で勤務しています。そして東京の出版社、創営社で太郎を担当しているのは中山田博史で山本浩一さん。これから何かと太郎を助けてくれそうな感じですね。そして軽自動車で民家を物色していた謎の男、真鍋明光は古川雄太さん。太陽光発電企業ルミナスソーラーの営業スタッフ。太陽光発電で美しい景観が変わったと死んだ山原浩喜は言っていましたが、浩喜を演じるのは一ノ瀬ワタルさんです。お坊さんは江西タスクで麻呂赤字さん。あの寺は随明寺というそうです。第1話の最後に出てきたちょっとどころではない、とても気味が悪い白髪のおばあさんは A 子。村岡のぞみさんが演じますが、この人が出てきてこのドラマはホラーでもあるのかと思いました。そして最後に謎の美女は立木彩、川口春奈さんが演じます。この人も太郎と同じくはやぶさ地区に移住してきたようです。映像ディレクターで太郎と同じくらい主役級の人物だと思われますが、これからたくさんの登場人物が出てきて、はやぶさ地区の放火や殺人、その他の何が起こるかわからない物語が始まっていくようです。まだ物語の全容はわかりませんが、ホームページにもあるこの田舎町どこかおかしいというようにミステリーがたくさん散りばめられているお話になりそうです。第1話が終了したばかりですが、誰が怪しい、何がおかしいと考えたら、今のところ全員です。そして全てがおかしいです。主人公の太郎も怪しいです。町全体が何かおかしいです。実は主人公が犯人だったなんてドラマはいくらでもありました。このドラマだってそんなパターンかもしれません。そもそもまだ誰が怪しい、何がおかしいという段階でもないですね。これから物語が深まっていくと、怪しさ、おかしさも深まっていくのでしょう。次週も楽しみです。ではまた次の動画でお会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。